美術家彫刻家の石野平翔と言います。この表現するときにこう一番何を表したいかっていうと、迫力とか臨場感っていうのをすごいやっぱ大事にしてて、立体がどんどん大きくなっていってしまうのは、それはこう見下ろされたいからなんですよ。その作ってるものにそれぐらい大きいものをイメージして作ってるんで、それ見下ろされてたりとか、何かこう啓蒙されちゃうようなことだったりとか、もうそういうなんか精神的 なんかダメージを受けさせたいんですよね、自分の作品でも。今八百万の神様たちを造形してるんですけど、彼ら そのデザインというか姿っていうか、すごい本当にたくさんいるのに、仏像よりこう造形されてないというか、形になってない、シルエットになってないんですよね。でその僕結構この言葉を形にするっていうのがこう昔から得意で、その何かこう特徴だけがあれば、ここからこう何か俺造形しちゃおうかなっていうので始めた8ミリオンズっていうシリーズをやっていきたいなって思って、やっぱ芸術っていうのはその世の中を豊かにしていくものだって思ってるんで、それが残っていって今後そういう形っていうのがその神様のイメージ像になればいいなって思うので、始めた一つのシリーズでこういうのがあるんですけど、そう、大体なんかねドローイングをして平面の一面だけの絵をこう描くんですけど、まあ、それを立体に起こす過程で裏側とか反対側っていうのは全部アドリブで想像して作って、大体イメージだけをバッと、なんかフィギュアとかもこう飾りたいポージングの時に絶対前ってあるじゃないですか。それと同じような感覚で、この決めポーズっていうところの絵を描いて、あとはもう立体的にもう後ろとかを作る、まあ、これは結構小さい頃から得意だったことで、すごい不思議なところで、同じような感じに作るっていう意識はむしろなくって、こうなっちゃうんですよね。こうなんかビラビラというかヒラヒラというか、そういう感じになっちゃって、何かこう共通する何かっていうものがこういつも手の中にあるから、何かをこう作るにしてもちょっと似たような表現が入っちゃったりする。でもなんか全然平面にすると違うんですよ。ペンとか鉛筆だけでこうシャッと線引いた、だそういうものを立体にした時に起きるズレみたいなのがすごく楽しくって、そのコンセプト的なところでもズレってすごい大事で、例えば竜を作るじゃないですか。竜を作ってる時に、まあ、僕が作る竜と普通の人が見る考える竜っていうのは違う。で彼が竜を作ってるって言ってるのにこういうものができるっていうところのズレがすごく面白いんです。それが多分こうみんなが僕の作品見るときに一番ちょっと気になるところじゃないのかなって思います。なんだろう、その一つの場所にとどまってたくないんですよ僕は。でも作るものとかっていうのはどうしても足引っ張っちゃうんですよね。だから僕自身がこう前に行かないと、その手が後から来てくんないとダメなので。でも保守的にならないで、こういろんな人と会ったんですよ。もう全くこう自分と価値観の違う人、何か自分の中に取り入れたいんですよね。だからそういう思いが常にあるんで、気になったらすぐ会いに行く、話しに行くぐらいの勢いです。やっぱりその時その時で正しいこと、何がこう自分にとっていいのと世の中にとっていいのとかっていうのを、結構あんま作品には出てないけども自分なりにはこう考えていて、自分が美術家になるにあたってどれだけ美術の歴史を知ってるのかとか、どれだけ偉人たちのことを知ってて、何かを残すということに対してどれだけこう意識してるかっていうのがここ数年すごい問題で、こう自分のフィティッシュ、まあ、気持ちよさのみでこう作品作ってるのは僕は落書きだって思ってるから、だからでもそういう風に見られることがやっぱり感覚的に作ってる部分があってよくあるんですよね。だからそこをどう言説で埋めようかとか、もう意識レベルでどういう風にこう変えていくかっていうのが、やっぱりこう自分が手で何かこう感覚的にやるっていうところが外れて、もっとその哲学だったり何かこう基礎的な美術だったりっていう知識を、まあ、インテリジェンスを入れた上でもう一回自分を見つめ直そうって思って、最近そのやっと原点に帰ってきたところですね。でやっとこう自分がどうなるか、どうなりたいか、どうなるべきかっていうのが見据えてきて、これ今これからもうそれに向けて挑戦していくっていう感じですね。